歩きながらやったから、そっか、歩いた瞬間にガッて歯が行くタイプ、こうピーって言ったよね、うん、ピーって、なん反省してるんでしょって、してないのよこの子、してないよ、可愛い顔してね、してないよ全然、本当にしてない今、うん、そうだよ、プレゼント大作戦してめっちゃ買ってきて、ね、おやつもあげて、おもちゃもあげたのに全然ダメやったね、さっきからこのね、ピロピロがねおもちゃのように思われて、だからフードのさ、このあれやん、線大好きよね、あれもめっちゃ好き、ね、猫ちゃん抱っこしたいんやけど、もうか怖くなっとるやん抱っこ、ラキー、ラキー、気まぐれモードですね、なんかお昼は何回読んでも来てくれたのに、今はなんか、今はね、見せたかったけどね、あのニモ帽子の、うん、ニモ帽子でも暴れるからね、やりすぎたら、おいで、おいで、鼻が湿ってる、久しぶりやな、二人で配信するの、久しぶりやと思う、ね、家泊まってなかったからさ、うん、今まで時間なくて、確かに今回は千日配信があるから、そうね、泊まれることになった、え、何、え、ちゃんとスタジオでやるってことやろ、そういいよ、千日も続けたから偉いね、続けでも本当はもっと続けとって、うん、あ、でも年齢があれで、あ、9時とかまでで、うん、無理やって、仕事で無理やって、60日とかが全部なくなってて、そう、やっと千日続いたってこと、そう、10時になってからやね、あの、あーが配信時間が10時になってセーフって、えらい、えらいやって、ラキもめっちゃ感覚やん、ラキもえらいって言う、もうじゃえらい、ほんまに、ほんまにえらい、えらいやったね、緊張気味ってきた、全然緊張じゃないよ今、あ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 、危ない線、頑張って、頑張って、ちょっと助けて、うん、シュッて、あ、あ、行くから、待って、あ、あ、あ、こっちもかん、めっちゃ、めっちゃ抱っこめっちゃ嫌いよね、よしよし、おもろいわおもろいわ、にゃんにゃん、猫にゃんにゃん、猫にゃんにゃん、抱きラブやろ、ラキラブなんよ、でもまさかモモにも買うと思わんかった、でも今日ボイトレの先生がねそう、あること言うてくれて、なんかその、なんか動物のお医者さん、うん、動物お医者さんってか獣医さんの人に聞いた話でみたいに言われて、なんか猫が足を噛むのは、なんかその飼い主のストレスを発散させてあげるためみたいな、なんか噛んで噛って怒れるやん、こら痛いとか、そしたらなんかストレスを発散させてあげたって思うんやって、ストレス溜まる、そう、私らあの普通に噛まれた方からしたら、ストレスでしかないやんか、やのになんかそのそういう風に、猫はそう思ってる、思ってるらしい、そのパッて怒れてストレス解消できたやろって思ってるらしい、確かにちょっと優しいよね、なんか怒られて自分は猫界からしたら優しいのかもしれない、いやーでも痛いんよな、ほんまかって思っちゃったけど、思うくらい痛いもん、もうちょっと甘噛みでいいやん、そう、ほんとかなって思うけど、うん、なんかこっちからしたら逆にラキのストレスを受ける感じはするがやけど、うん、でもそう思ったらなんかさ、噛まれてもさ、うん、あ、今ストレス発散させようとしてくれるがやねって思えるようになるうん、やけどさらしいよ、そう思うや、そう思うか、うん、そう思う、そう思うか、ラキ的には、うん、でも私対策で二重靴下やろ、うん、あ、でも一時考えたもん、なんかさ、スポーツ選手とかさ、あの自分をさ守るやつあるやん、膝、肘膝ガードみたいな、あれのなんか
噛まれるところ用のサポーターみたいなの作ろうかなみたいな、うん、いやあれ欲しいな。そうなんか明日なんかもうちょっと長いもうこの靴下ここまで100均とかに売りさ、そうそうそう、噛まれ用サポーターをさ、なんかさ猫が嫌いな、うん、あるやん、なんか噛みにくいみたいな柑橘系とかの匂いもいいらしいよ。ああ、そうだからなんかそういうのを、まあ、表面に塗ったなんかスポンジみたいなサポーターを作りたいくらい痛い。痛いよね、ガチで痛いよね。こんな猫見たことないね。他の猫ちゃん結構なんかニャーみたいな、ね、どうしてこうなってしまったのかどうしてこうなってしまったのかって感じなんだけど、歩いてると突然、そう歩いてると突然噛みついて、そう背後来るよね、背後が分かる、そう前から見とったら、うん、コン、あのね、お皿洗い言う時とかマジやばい、料理作る言う時とかめっちゃやられた、料理作りたくなくなっちゃうよ。だからさ、包丁とか使いる時にさ、うん、やられたらさ、包丁、ああみたいになってさ、ボトグサッ、わあみたいになったらどうするってめっちゃ 思いながら料理する、うん、そう、ありそう。遊んでほしいとか、え、違うよね、遊び言うよね、だって、うん、今日もたっぷり遊んだ後にやられたもん、もう。そうね、遊んだ後とかに意外とやるね。ねえのんきによるな、ボトグサわーって、いやなるかもしれんやん、あまりにも痛いきさ、わーってなってさ、うん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 、包丁ペンと飛んでさ、ラケに刺さる場合もあるし、自分の足に刺さる場合もあるし、めっちゃ痛いって言ってしまう、え、そうぐらい痛いよね、びっくりする、急にグサーみたいな、いや顔に噛まれた時あったやん、あれはこれ後残った、え、後残った、残った残った、ガチできつい。リッセンラキイズヒア、イエス、リッセンラキー、リッセンラキー、今年リッセン入り、リッセンモモか、あれリッセンラキーなんでラッキーなん？あのね、ワンピースのモブキャラから撮った、モブキャラやなんかね、いいキャラやったんよ、あー性格とかがいいキャラ、なんか女の人なんやけど綺麗で優しくてちょうどそこ見てて、でもなんかそれなんかやっぱ聞かれるやん、どうしてラッキーなのみたいな、うんうん、なんかそのあのなんかその話するの嫌やなってなってきて、ラッキーあの、うん、ラッキーのラッキーですって言ったりする時もある。いや全然でもキャラがそれいいと思ってたと、ね、ラッキーが来るようにラッキーにしましたの方がさ、いい人感で、あ確かに最初はそうなのかなって思った思った、うん、じゃあそれでいこう。でもそうやったらラッキーやなと思って、確かになんでラッキーなんやろうと、なんか可愛いかなみたいな、確かに。私ペットとかの名前ってさ、あんま意味があるってよりは可愛い、やばい、ちょっと今日あの名前にしようって言ったやつが何だっけ、待ってそうするとやばいやばいやばい、いやでもなんかもっと面白いのにしたらよかったって思ってる。例えば、うーん、例えばでもパンパスって読んだら、おむつのやつ結構振り向くんよ、パンパス、あ、もうダメやダメや、もうダメや、結構前まではパンパスでいけたんやけど、なんかすごい長い名前とか、ゴンサブロ、うん、あ、ちょっと見た、ちょっと見た、ゴンサブロ、ゴンサブロ、なんで、タロウ、タロウ、タロウ、トロはダメや、ゴンザブロー、あ、もうダメや、キューピー、おお キューピー、キューピー、お、もうキューピー結構感触いいね、歯ブラシやだムヒムヒあ、かわいい、あ、なんかスリスリスリタイムじゃない、今日お昼はずっとね、危険くなかったよね、うん、留守番しとったよね、かわいい顔、なんかさ、時間によってさ、険しい顔してる時とさ、キュルンってしてる顔時あるよね、うん、なんか夜はね、うん、このそう、夜は、でもなんか、お昼とか
お昼とかこんな感じだよね。今日は、今はキルッとしてる。ちょっと眠たせ。泣き。夜行性動物、そっか、夜。そっかそっか、夜元気な。でもさ、夜結構甘えてくるイメージあるからさ。確かに。でも私、夜噛まれる率高いけどね。あ、そうなの。じゃあ、猫は逆なんかな、うん、朝の方は。うん。朝はゴロゴロスリスリ言ってくるかも。今から飛びつかれるかもしれん。かわいい。何あの顔。今日めっちゃいい写真撮れたね。そう。うん。アイリが載せたんやっけ。そう、一個載せた。あれは私の LINE のアイコンになる。あと一応ね、魚キャップかぶせれたから。そう、ニモ。ニモキャップかぶせれたから写真ができた。そうなん。可愛かった。でやっぱ LINE スタンプ作りたいわ。みんなに販売する。5000個目標。めっちゃ大人気スタンプ。うん。あの顔とかいいよね。あの、なんかちょっと眠そうな。ごめん、眠いから無理とか。徹夜なうとか。徹夜なう。三徹わずとか。使えそう。この子でもあんま寝てない気がする。うん。寝よね。うん。猫ってなんか何時間寝るんやん。めっちゃ寝るみたいに言うやん。人間のよりも寝るみたい。そう。でもラッキーマジショートスリーパー。いつ寝ようがやろうって感じ。なんかさ、寝たかなって思ってもつるよ。起きるよね。ちょっとした物音で起きる気さ。マジ寝てるんかなってめっちゃ思う。おらん時に寝とるんかな。周りには帰ってきたら絶対起きちゃうけどね、うん、寝だしたって言ったら寝る、うん、前が留守の時に寝ようかなって感じだけどね。うん、人がおったら絶対起きときたいんかもね。寂しがり屋や、うん、めっちゃ髪伸びたと思う。伸びた。でももう長いね。もう長いね。6センチぐらい前切ったよ。切ってこれな。伸びる、いない。これ止まるよね、ここで。いない。もうこれぐらい長くしたい。伸び。加えてやろうか。どうぞ。あ、嬉しい。あ、嬉しい。でもさ、他のさ、アイドルさんとかさ、髪加えたりしとるやん。マジ？私もちょっとやりたいんよ。やりたいが？なんかこう。やってよ。けどさ、違う。アイちゃんはいいじゃん。けど嫌な子、普通に髪がパクってされたさ、うん、普通に嫌な方が多いじゃん。当たり前で。嫌じゃないじゃん。そう、うん、あ、めっちゃ嬉しい。どうしよう。お風呂上がりにしたらよかった。ごめんよ。え、嬉しい。もうこの髪の毛一生金キラキラ。ここだけ伸びるね。うん、ここだけ。ももに構えたっけ、明日こう地にまでついて長さが嬉しくて。やばい。でもさ、ほっぺんちゅうとかのさ、写真とかさ、やり、え、何。ペッ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 。ペッ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 。それももう噛んでただって。あ、そうね。あ、一回やろうと思ったんよ、ラキに。そしたらさ、毛が厚すぎてさ、痛そうな生身のとこまでいけんくてさ、やめた。でも噛もうって思ったよ、うん、噛み返してやろうってめっちゃ思って、うん、こう噛んだけど、毛、ただの毛。いや、そういう風にでき守るようになってるんかな。そうだね、ムカつくわ。私も結構やばいから痛いと思うかけどね。うん、そっか。そう、猫と一緒やから。私はやばいかもないよね。鋭いやばで痛ろうかと思ったけど、痛ろうかって。今日さ、うん、外、東京の街を二人で歩いたやんか。
なんか自然に手つないだやんか、うん、けどさ冷静に考えたらさ、こう東京のすごい、うん、と一番栄えたらへんのとこでさ、うん、手つないで歩くさ女二人ってどう見られるやん。やいばずっと手つないできたかったんよ。でも普通にいつも通りね手つないで歩くやんか。でもさ確かにあれさ、なんかさ東京でさ二人でさ、うん、手つないで歩いてる女の子とか見たことなくてさ、冷静に考えたない。絶対会う友達とは手つなぎたい主義なの。マジ？あ、合わせるけど、うん、人に。いやでも、うん、高知とかやったらいけるやん。そんな目立たんやん。広島はないかも。マジ？広島の友達ではやらん。やらん。なんかベタベタ系じゃない。でも高知の子たちはベタベタ系多い、うん、人にあるけど。ギャルつないでるよ。じゃあうちらギャルやん。ギャルやん。ギャル。ギャル。ギャルかも。ギャル姉妹やったわ。すごいギャル要素一個もないよ。思うか。ギャル。めっちゃ黒髪で。あんも黒髪か。二人とも。爪がちょっとさ。確かに爪がギャルい。可愛いこれ。そう、ワンカラゴリゴリ。一回さ爪短くなってさ。いやさ爪をちゃんとさこうやってお店に行く人がすごいなって思う。うん、行くよ。めんどい。めんどくさいっていうか。うん。大変じゃない？大変よ、めっちゃ大変。月1未満ぐらいで行かないかんき。ももはさ、もうさネイルダメだから。あ、そっかそっか。ネイルをするっていうのが頭にないから。透明はいかんが、ジェルの透明よかった気がする。うん、やってないとき。クリアでも行くで、結構。そう、クリアの時期あった、結構半年ぐらいずっとクリアのジェルやってた。まあ、でも一回行き出すと、こう戻れになるって感じ。やっぱ爪もさ、可愛いなって思うよね。そう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 。爪もね柔らかくなるよ一回やると。だからさやってないとさ、髪洗いながらさ爪がふにょんふにょんになるよ。嫌だかも。無理かも。ガチで嫌やき、結局硬くしたくなるから。でもまあ爪をやるの向いてないんや。ちょっと伸びるこのあれが苦手なん。あ、これ？爪が伸びるのが。うん、まあ、目に見えて分かる。嫌いみたいな。なんかの手とかがさ、これ嫌。これそれは嫌じゃない。これ嫌じゃないの。普通に髪とか洗うのが嫌なの。あ、そういうこと、そういうこと。伸びた状態で。あ、そういうこと。そう、見た目は大好き、こっちの方が。もう爪もちっちゃいもんね。あ、でもそんなことないか。爪、爪ほんまに子供みたいな。手がちっちゃいよね。違う、手の指じゃなくてここがちっちゃい。うん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 。手の甲、甲ってなんて、ここなん、手のひら。で手のひら映してる、まずこっち。うん、逆や、逆やな。ほら、こうしてなんか長さがわかるから、指の。いや、あの全然私の方が手が大きいだけよ。こっちや。ほら、爪1個分ぐらい違う。マジで。じゃあ、でも足はそうでもない。何ぼ23。おう、重くからんでしょ。これ 3.5 やもん。足はそんなん。お前今日手つないだ時めって言っちゃって、ちっちゃめっちゃ日本語話せんかった。手めっちゃちっちゃいって思った。手めっちゃ相変わらず。で、小指ああいうに短い。最悪や。マジで小指短いんやね。別にも、うん、ちょっと長くない？いや爪だ、これこっち上見たら分かる。ほらほら、本当すごくね、あいの小指。ママのせい。ママのせい、マジで最悪や。なんでもない、小指だけ短いんや。ママ、私の足もう本当にパパやね。知ってる？どういうこと？ほうかの足の形はパパ、うん、パパのちっちゃくしたバージョンみたいな。お見せできない。それラキちゃんに噛まれたやつ。そうだよ。痛そう。あいとちょっと違う。親指の形がそっくりなんだよ、パパと。あいは？え、結構一緒やない？確かに、ま、なんかちょっと一緒かもしれない。一緒やない。待って、指の形めっちゃ似てない。
ない、足のなんかさ、ここ細くてここからさ、うん、ピョン、え、待って、足の指めっちゃ似てない、待って、足似てるねえ、待って、ここ一緒じゃない、うん、これ人差し指、人差し指めっちゃ似てない、小指の曲がり具合とかも似てない、ほらほら、私の方がなんか急カーブやけど、これでも靴下履いとったから、あ、そういうこと、くっついてるだけで、え、なんか足の指似てね、親指とか似とったかもしれんね、え、足もジェルネイルしてて偉いやろ、うん、思った私はもう大人やろ、大人や、足は一緒でした、足は一緒、足は一緒でした、靴下がなっちゃう、やば、なんでなっちゃんの毛でいっぱい、え、なんでそんなつく、ついた、え、つかんで、ほら、なんでやろ、え、なんで気になるやろ、かわいいラキ寝てる、ラキお風呂まだ入ってない、これから覗く、え、え、カギかけよ鍵ないでどうやってかけようか、なんか調べて、こっちにはあるけど、あ、こっちにあるわ、あるじゃん、あるわ、でもコインで開ける、違う、前の家でやったことある、あるよね、ちょうどコインで開けます、やだ、コインで開けます、足の指は見せれんよ、ないちょ、ないちょ、ちょ、ちょ、確かにピムスからのファンの人は私とモモの絡み絶対知らん人ばっかりやな、こんにちは、妹です、妹です、妹です、でもさ、前の絡みともちょっと違うんじゃない、うん、そうね、なんか前絡みよってことって私の本当のなんかキッズみたいな、確かにもうちょっと大人の女性になったもんね、いや、でも今日なんかそんな感じじゃなかったっけ、全然いつも通りやない、うん、なんかこんなくついちゃう、テラッキーの毛やこれ、いやー、なんか小商売になった毛ついてますよね、さ、ラッキーの毛、毛ついてます、なんかちょっと白いからわかるよね、なんか色が、だからなんかね、夜スキンケアするやんか、ほんでさ、顔ベトベトになるやん、そうそう、めっちゃラッキーの毛がさ、顔につきついて、一生顔かゆい、ベトベト焼きついてくる、久しぶりないし、うん、めっちゃ久しぶりだ、うん、キッズ卒業したね、キッズ卒業、まあ、まあ、結局姉やからさ、うん、ずっとキッズに見えるけど、ね、扱い方は一緒やでね、ちょっと変わらんねみたいな、うん、でもなんか街とかにおるときに絶対話さない、うん、そうってあれ守られとってずっと、うん、ね、心配やもん、東京の街でさ、うん、モモがさ誰かに連れ去られてさ、だってモモあーれーって言って連れて行かれそうやもん、うん、それでさもう嫌や、あればもう東京の現場監督やからさ、もうだって東京のさことあんまり知らんから、うん、そうそうそう、やき怖い怖い、そう、私からしたらなんかももがこう一人であの東京をどっか行くとか、うん、めっちゃ不安やもん、でもなんかほぼ行かん、ね、行かんよね、行かんっていうの分かってるから、うん、慣れてないから、そうよね、そう、絶対にそう行かしたくないから、どこにまでついていくついていきます、今日もね待ち寄ったもんね、ボイトレのレッスン中待ち寄ってくれた、でもなんか東京で休みがあった時も、うん、ほぼどこも行かず近くの映画館に行って一人映画したりするだけ、うん、映画館東京らしいことをしないの、うん、近くの映画、なんか肉くのも怖い、
車にひかれないか心配や経験ありやからね。そうやね、そうやね、懐かしいわ懐かしい。リオ覚え中なんやっけ。ちょっと顔の油つける一日の鼻油虹追いかけやったかっけ。そう、虹のふもとに行きたくて。あれ絵本かな絵本の。でもさ、もものさ、小学生時代覚えてる。すんごいなんか何も考えてなさそうやったくない。なんかそうやったっけ、うん、なんか結構自由主義で、うん、多分虹のふもとに行こうって思ったよね。しかもなんか習い事もほぼしてない状態で、確かに確かに確かに、こうめっちゃ遊びに行ってた、うん、自由だったのよ育てられ方が、うん、もうなんか、うん、それで何も考えなさすぎて、末っ子ってか、まあ、2人目とかってさ、うん、やっぱ上の子はさ、こう何時でこうしてこうしてってなるやん。やっぱなるな、その反動よね、うん。私は小学校の時、ママは、うん、私がいろいろなことを考える性格って思って、うん、自由にさせて、うん、思わんようにさせたって言ってたけど、うん、なんか本当は逆かもって言ったこの間。なんか なんやろな、なんか別にママは基本あんま何も考えてないから、うんうん、そう、なんかちゃんと考えらさせられてても、うん、そんな何も考えないみたいな。あ、そういうこと。確かに、うん、確かにいろんなことやってても平気そうよね。なんかパンクとかあんましなさそう、うん、するかせんか、なんかいや、あんませんかも、うん、するときはするし、せんときはせんでも大体一緒、勉強ができないとき、ね、勉強のときやばかったもんね。ダンスが覚えられないとき以外は大丈夫勉強のときはね、大変やったね。そう、逆になんか愛理にいっぱい気をつけないかんでとかいろいろ言いすぎたかもみたいな。あー、確かに、多分ママに言った方がよかった。ママに虹追いかけてポーンってなってるから、ね、確かにでも私もなんかそうやって言われすぎて、うん、例えばさ、あの鉄棒のさ、前回りもできんきさ、うん、怖いがよ、全部が。私もなんかさ、うん、小学校2年生の時、前回りと後ろ回り永遠にずっといるって。そう、なんかあれも頭打ったらどうしようとかめっちゃ思っちゃうし、自転車漕ぎながらもめっちゃ気をつけてこう行っちゃったりとか。えらい、でもいいよそっちの方が。結果、そうかな、結果私傷残ってるもん。確かに確かに、こけすぎて確かに。で、前田んぼに突き落とされたことあるなんでからなんか小学校1年生か2年生ぐらいの時に女の子と2人で帰り寄って、なぜか、あそこの、あそうそう、あそこの田んぼ、あ一番家に近いさ、あの曲がりからのとこ、うん、あそこでなぜか突き飛ばされて、うん、あの白いワンピース着ちゃって、さくらんぼ柄の、うん、めっちゃ覚えちゃうけど、あなんか泥まみれで帰った家の近くでよかった。でもなんかもうあそこに靴埋めたこと、靴足ボーンってなって靴が埋められて裸足で片足上がって後で取りに行った。あそこ大変な田んぼやね。え、もうでもあれよ、なんか汚いところにポンって落とされて。マジ？うん、落とされるよね。え、なんかでもそれはなんか喧嘩みたいな感じで、あでそんな怒られるようなことはしてないけど、うん、ちっちゃい時ってさ、ちょっとでもカッてなるじゃん、うんうんうん、それでポンってなってブチャーンって落ちて、うん、友達ん家のお風呂に入った。入った？うん、田んぼね。もうなんか鼻高くなったね。また？うん、この辺がくっきりした。うん、あなんかあゆ全然高い。ここにここの高さがめっちゃある。もともとやっけ。どうやったっけな。パパなんよね。確かに確かに、なんかめっちゃ立体的になったね前より。そう、顔が立体的になったから、うん、待ってね、枯れがあるところの、うん、ところで写真を撮った瞬間に、うん、すごい漏れない
なんかそんな立体的やったっけ顔ちょっと顔変わった気がするね、前より思った。めっちゃ鼻とか確かにパパや。そうパパの鼻や。パパあとここそこ歩けパパ、ここパパわかん、ここ違うかも、ね、うん、ここ誰かわからん、おらんよね。ママもこのここアンパンマンになる人、これうん、ママこれうちらがさこうなってよかったっていつも言わん。うんね、それはいいんやでってママに言われる。ね、言われるよね。でもこれは影があるとね、ここ影いっぱいできちゃうから、ね、わかる。暗い場所で写真撮りたくないのよね、ももかは。本当に影できるよね。しかもさ涙袋すごいじゃん、うん、もうだからさここにえそう、ね、クマみたいな。そう悩み最近、私も悩み本当に。暗い場所で撮った時の顔が漏れない、ね、うん、この顔見て画面、うん、かわいい。かわいいよえ、可愛くなかった今のでも本当に最近は似てきたねって。いや、なんかここ最近ね言われんなったよ。私逆に似てない。私はめっちゃ言われる。なんなんね、謎よね、うん、本当に不思議。マジで不思議。なんか人によって違う。そうなんで、ゴブゴブ。私は本当に、うん、前はもっとあのなんか子供みたいな雰囲気の時よりも今の方が、うんうんうん、似てきたって言われる、うん、マジゴブゴブ。似てるっていう人と似てないっていう人の、そうさっき話しよって、そうそうそう、なんか人によって見てるところが違うんかなっていう。そうでね、なんかこうキャラ的なところを見てたら逆じゃん。全体で見る人とかね、そう背丈とかも見る人とか、そうそう、身長とかを見ずに、確かに顔だけで確かに見たりしてね、とかあるのかな。確かにここで見る人は似てるって思うけど、うん、とか話し言う感じとかね。確かに確かに、うん、確かにね、それはありそう。雰囲気は確かになんか違うよ、ね、全体的に引きで見るときっと似てない、うん、あ寄りで見ると似てそう、うん、身長はね大きいよね、うん、体格もちょっと違うし、写真見て間違えるらしいよ。でもマジ顔の雰囲気は似てきとるってことなんかもしれない、うん、そうねふもちゃん、愛理ちゃんがデビューした時のってさ、うん、落ちたと思って落ちたと思って帰ろうとしよった、帰ろうとしよった車の中で、さなんか電話かってきて、そうそうそうかかってきて、うん、みんなで泣いてくる、みんな泣いてくるそうめっちゃなんか、うん、しかもさよりさ本当になんか、うん、電話かかってこんかったから時間が来ても、ねね、でも、ね、みんな落ちた、みんなお葬式モードで帰りよったよねああみたいな、みんななんて言葉をかけようそ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 う、でもかかってきた時に、うん、逆にそれがあったからよりなんか、うん、なんかよりね、わーってなったよね。嬉しいってなって、その後はみんなでか、うん、あのカラオケじゃない、焼肉牛角行ったっけ、行ったたのを覚えてる。やばー、アイリが受かった時は私は、うん、あまり19やったよ。私の中学生中1とかじゃない、19でしょ、13歳中1とかや、うん、うん、ヤキヤキさっきめっちゃ寝よったね。ヤキとラキ2中年ヤキラキヤキラキもんちゃんなんですよ。もんか中1中2中1か中1や、もう中学校の時にはだってお姉ちゃん AKB なんやろってクラスの子に言われた。あ、言われた、言われた。へえー、でその時私は、うん、そうだよえへんみたいな顔してたよ今は多分 MC バトルで寄った人やろうって言われた、うん、言われた、ここでやっぱ言われるがや、やっぱ言われるがや。なんか今までは AKB の姉ちゃんやろって言われたのが急に MC バトル見たよみたいなって言われるがや、うん、なんかやっぱ変わったやろ。え、高校生の人にもバレてた？高校ってあの学校の、うん、え、学校行きよった時モテとったっけ。あれ出てないか、私が3月あ出よった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 。いや高校はバレてなかった。まず私が本当に喋り始めたのは9月とか、ね、あ、そっか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 、そう9月とかもバリバリで言った時やけどね。いや言われよったかも、あ言われよったかもしれん、本当言われよったけど
なんか誰に言われたんやっての言われたことは覚えとるんよ。覚えてる、すごい言われたんよ。めっちゃおもろいね。めっちゃおもろい。そう、やっぱ高校生の方が見とるさ。あれ高校生とか若い子が見ゆきね。でも STU の沖さんとかも、うん、愛理のやつ見たって言って、うんうん、それで MC バトルを楽屋でやってた。めっちゃおもろい。ハマってた、愛理を見て。本当に嬉しいわ。褒めてくれてた、すごいねって。またか愛が立派なラッパーになって、うん、ラッパーの妹になってくれ。いや違う、もうさ、あれ一番困るのが妹はできるって言われた時が一番。ああ、それってできないんだ。最悪やね。できないよ、それ最悪やね。いや、もうかもやれるならちょっとね、うん、こうノリでここでやってみたいけど、うん、あの MC バトル出た瞬間絶対小鹿になるから私は絶対出れないけど、あのこの配信とかでね、うん、やろうと思ってもね、もう韻の踏み方がわからんから。ももかだよ、ももかだよ。イエーイ。かわいい。でもすごいめちゃめちゃね、言われるようになったよ。はい、やだった。うん、やばい、ももちゃんにドッキリで MC バトルに連れてってみたとか言って、目隠ししてさ、目隠ししるって話したらさ、今 MC ってさ、お互いのことをさ言うやんか、うん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 、まあ言われてちょっと嫌だなみたいなこと言う、うん、あれも言われたもんかも。目隠ししてさ、パッと来たレディーファイって言われてドク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 。いやめっちゃおもろい、めっちゃおもろい、めっちゃおもろい、絶対泣いて終わる。めっちゃおもろい。一回やった、一回だけやった。今までで一番嫌な仕事になるかもしれない。人生で一番嫌なドッキリ、マジでやってみたいわ一回。わあ、ちょっと夢できたわ。ももちゃんになら勝ってる自信あると。ももかのことディスれんのか。ディスれるってことなんやな、勝てるってことは。確かに。確かに。ももちゃん弱そうだね。ももちゃん弱そう、やばい。うろ。ももか。ももちゃんラップ個人ファンサイトにアップされるの期待してます。やだ。いや。いや。STU さんにラップの仕事が来たら最初に呼ばれそうではある。でも。マネージャーさんと何かを始めようってなって、うん、まあ結局、うん、ドラムをやりたいっていう話をしたんやけど、バトルはって言われて、やだーって、絶対やだーって、あのちょっとノリで言われたんやけど、うん、その本気じゃないけど、うん、ノリでラップちょっとやってみんやみたいな言われて、うんうんうん、絶対嫌って言ってた、うん、まあ、KT ちゃんとももちゃんみたいね、同い年やから。そう、すごいと思って、ね、本当に同い年で、うん、あのあそこの場所に、ね、すごいよね、立てることが私からしたら本当にすごくて、本当にリスペクトでしかない、本当にね、超みたいな、そう、流れてきたら素晴らしいっていう目で見てね、すごいよな、マジでリスペクト、あれも。あとか言って、おやし。見たい見たいって言われとる。同い年。見たいでしょ絶対みんな。いや、相手をディスるかできる？できない？女の人にはちょっと難しい。うん、わかる。男の人ならまあよくはないけど、ね、女の子言いにくいよね。やっぱ同性はみんなそうやと思うよ。うん、あの男同士とかは違うのかな、分かんけど、どうなんやろう。まあ、この後はですね、枝豆を食べながらスイッチをします。アイスも買いました。スイッチスポーツを買ったんや。ウィースポーツ一緒にやったことあるっけ。でもね、ウィースポーツめっちゃあったやん、種類あった。え、でもバドミントンあるよ。ある、あれ好き。あるよ、梨は買ってきました、もちろん。あ、分かん、カルマさんはもうちょっと、うん、絶対に下ネタ言われる、下ネタすぐに負けちゃう。本当に見たいんか。すぐに負けちゃう。本当に見たいんか、もう下ネタ言われるところ。前の班は何が来ても同人けどさ、
もうね、鍛えられてるから。なんかさ、強いよね、アイリーのファンの生き方、うん、もう何が来ても同人同人と思う、多分愛がふんどしで愛がふんどしで走ってても別にいける、多分本当に言うの、いけると思う私がふんどしで走り回ったとしても、うん、いけるとあ、それはいけんって言われる逆にもそれはもう警察が来るから、もうファンの人じゃなくてもいや、タンクトップね、タンクトップとふんどしねびっくりした下のふんどしだそれはもうあの怪しい人と、怪しい人、それは捕まるから、ちゃんとあのタンクトップと、うん、ふんどしで、さあもうあと6分で切れちゃう、一緒に切ろう、配信が一度で切れちゃう、マジ、そうだよ、ちょっと、あ、間違えた間違えたあれなんかイエーイとかやるつもりやったのにおかしそうですよ、めっちゃ知ってから可愛いポーズ、なんでモカの前でお金ポーズしとるんやろうって思ってあれマジ無意識にさ、なんか可愛いポーズしよう、グーみたいな、イエーイみたいなしようと思ったらお金お金の話しとったっけって思って今手が自然にお金になった見て、あて、私もなんかこう、こういうさ違うで今、鼻にめっちゃおもろい、無意識で金マーク作ってたわ、ダメですよ、すまんすまん、おもろ、もーちゃんのファンの方にはあの体勢がついてない方々、そうね、ごめんごめんあいちゃん、あいちゃん強すぎる、あいつもいつもお金のポーズよ、聞こえて、うん、いつもすごい素なんやなって、えガチ素やない、マジで、うん、ガチ素でね、うん、ちょっとキュルンってしてみて、よかったみんな小判ありがとうお金より愛が大事だと思うけどでもお金が大事ちょっとダメだったわ絶対ダメ、ちょっとダメだったわ、みんなの存在が私の支えだよ、みんないつもありがとういや、これでも可愛いなって言われた可愛い、みんなありがとう、みんなのおかげで、はい、読みます読みます、無理だわって言うなよおい、こちとら素で勝負してんねん、いいことやと思う、うん、でもさ、やっぱちょっとぶりっこしとけばよかったって思うよね今から戻せよ、もう戻せ、無理なんよ、素さらけ出しすぎてさ戻せんがよね、今さら、うん、13位の高木さん、ありがとう、よ、高木ありがとう、今日かい、もう大好き、ありがとう、愛が深い、そう、みんな、そうだよ、あ、ジュニのファイナリーさん、ファイナリー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 になった、ファイナリーになった、ファイナリー、ありがとう、中1のドラゴンさん、ありがとう、ねちゃんと楽しそうな娘を見て嬉しいな、嬉しいな、いいやつ中2のコウジさん、ありがとう、シマヘイジ面白すぎる、ありがとう、だろう9位のケイスティンさん、ありがとう、ラキちゃん、俺の足たくさん噛んでじゃあ1日1万で高い、8位のクモズさん、ありがとう、あ、ずずん、7位のタンさん、ありがとう、お姉様お疲れ様です、はい、人生お疲れ様です、6位のスタジオシフクちゃん、ありがとう、桃の収穫忘れないようにしないと、ありがとう、はい、もぎもぎ違う、桃の収穫ってそうだこと、え、決済話し会の可愛く呼んでるのよ、お願いするありがとう、話し会の決済、桃の収穫って言うがいいのバルトモちゃん、ありがとう、よいの桃マサさん、ありがとう、サイの赤崎さん、ありがとう、いいのヒーヤーさん、ありがとう、うちの幻さん、ありがとう、一斉しましかねえ
だってさ、お願いしますっていうのは可愛くないよ。めっちゃうまいやん。だからもうの収穫お願いしますって。商売上手やん。そう、友達だからファンのみんなと決めたい。天才やん。そうって言ったらって、うん、でも最初はじゃあ期限がさ切れそうになったらさ熟してきました、桃が熟してきましたそろそろ食べ頃ではなくなりますそう、食べ頃じゃなくなっちゃうのでちょっとぜひ収穫してください。今収穫時期なん？今から。あ、熟してる。ちょうどまだ熟してる。ツーショットの落選がなんとね出て。おお、じゃああれか、うん、残りわずかみたいなやつやんな。うん、もう落選が出て完売してる。